柴田、マックスもらえと、何があったんだ？どっちの話が本当の話か、俺にはわからないけど、お前らしかわかんないことだよな。この深い闇は、何なんだ？どっちが正しいか、お前らしかわかんねえんだよ。何があったんだよ、柴田。でもな、お前、キャップ譲ってもな、お前の悪いんじゃねえの？お前の、今までの、そこ、何をやったか、振り返ってみると、嘘ばっかじゃねえか。どっちが正しいっていう判断になったときに、やっぱり嘘が多い方がやばいんじゃないのか。マックスもらい、好感度上がってるから、嘘言わねえ。いや、そんなことはねえと思うけど、どっちだって言われたら、お前だ。お前がな、お前がな、嘘つきなんだぞ。柴田！いい加減に本当のことを言ってみろ！以上です。